Hello, this is Hiroshihayashi Hamamase de Japan. In this video, I would like to talk about the mysteries of Great Wall in China. In Japanese, 皆さん、こんにちは。今日はバニの頂上についての謎を考えてみたいと思います。まあ、バニの頂上はですね、外敵から、まあ、中国を守るために作られた ろ、まあ、ということになっておりますけれども本当にそうでしょうか、まあ、ここはあの一番出口のポイント A としておきますでそこからですねバイの頂上が、まあ、ずっともう敦煌まで明代からあ新,新大にかけてですね、まあ、2500600キロだったと思いますけれどもずっと伸びてるわけですそれは直線距離にしてですよですから実際にはもう1万キロ2万キロという まああちこちにここにの城を作ったわけでありますしかしよく考えてみるとおかしいんですね。まあ確かにこの山の上にこう見張り台を建てることは敵の外的あの動きを知るには大変いいわけですけども。しかし、しかしですね、常識に外れてるんですね。まあどう,どうして常識に外れてるかですけど、まあここに今その万能長城についてのウィキペディアのまあ意見を 天才させていただきました。まあ、要するに北の民族に備えるために作ったと。そしてその区間はですね、幅が3メートルから5メートル、高さが約2メートルだというわけですね。そしてその東端は朝鮮半島にまで及んだというわけです。しかしですよ。 都市や町を守るためにですよ。そんな城を作るうでしょうか。まず第一に考えることは、都市を囲む城壁を考えますね。万里の長城の協力とを考えたら30、40、50の,あのこういう城壁ができたと思いますよ。まあ少し離れたとしてもですね、もう少し作りやすい場所に作ったと思いますね。効率よく、また工事がしやすい場所に作ったと思いますね。しかし実際には、もう遠く離れた山の尾根に沿って、 まあ険しい尾根に沿って作られていた、まあ、第一はここ第一にここがおかしいです次にですねこの万里の長城の作られたところをよく見てみますと、まあ、右下の方に都市があったとしますねそうしますとですね万里の長城というのは直線には作ってないんですね、まあ、直線が一番最短距離であり守りやすいしまた味方の兵隊を送り込むにもまあ送り込みやすいわけですねあるいは 平坦部に作ったというわけでもないんです。敵から防ぐためであるならば平坦部に作った方が守るためにも良いわけですね。しかし平坦部でもない。実際にはどうかと言いますと曲がりくねってくね,くね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 曲がりくねって。そしてまあ人,人も近づかないような、まあ、山脈の山の頂点の尾根を沿ってこう作っていくんですね。これが、 私が持っている常識とはかなりかけ離れているということなんですね。さらに、この例えばですよ、こういったその山があったとします。まあ、人なんか通れるわけないんですね。険しい山であり。でそういうときに平面に作るんじゃなくて、このまた、まあ、山の中にも作るっていうのもおかしな話ですね。それよりももっとおかしなことに、この尾根に沿って作っていったっていうんです。 見張り台であれば、また、あ、えば、一つか二つぐらいは尾根の頂点に、このようにななてますか、作るということはあったんでしょうけども、遠く山のね、作っていった。というのはですね、例えば、外敵が侵入してきたとしますね、わーっと来たとします。で、その時にですね、一かし破ぶられたらおしまいでしょで、まあその時に外敵の動きはわかるっていうんですけども、外敵だってばかりじゃありませんからね、その霧りの日、 夜いろんな時が狙ってくるでしょう。そういう時にね。1箇所破られたら、あれは周りの兵隊からまあ,あの連絡するね。あの松明で連絡しあったと言うんですけども、松明をさせないぐらいのあの,あのなんて言いますか？間でこう攻めいったとしますね。しかし、そこで問題なのはもしここに絶壁になったらどうしますか？外敵はそれ以上進めませんね。倍の頂上はですね。そうした自然のなんて言いますか？ あの絶壁というか、あの地形を全く生かしてないんですね。独自独断によって、こうなってますか、もう作ればいいんだっていうよあの形で作ってるわけです。今、これからあのずっとこの線に沿ってですね、あの万里の頂上がどうなってるかということを皆さんにちょ,ちょっと見ていただこうと思います。まあ、これがあの海の方の東端といいますか、あの先に出たところですね、後でポイント出てくるポイント A としておきます。名前があるそうですけれども、名前なんかどうでもいいですね。 これがあのバニの頂上の橋です。海から回り込んでこないようにということなんでしょうかそれもちょっとこうおかしな話なんですね。まあ、要するにこういうふうにこの山の尾根を折っていく。そして作りが立派すぎますね。要塞であり、これどこどの長いものであれば、ここまでしっかり作る必要はないわけです。だいたいその駆けつける兵隊がそれほどの数でじゃありませんからね。そしてこの山の頂上の尾根を通っていくというんですね。誰がこんなとこまで登って、この頂上を越えるでしょうか ね応戦する方だってこれ大変ですよこれ。下から上へ上がってくくだけで大変ですですから攻める方だってこんな上の方まで登って攻めませんね。常識で考えるわけですね。私たちは学校でこれは頂上である、長い城である。そしてこれは外敵から防ぐために明代、地震代にできた城であるというふうに習ってしまうんですね。習ってしまうとそれが固定観念となり、やがて常識となってしまうわけです。しかし私はその常識がおかしいと言ってるんです。 例えばこのバイの頂上を見てくださいね。ずっと尾根に沿ってる。平坦地でもない。作りやすい場所でもない。むしろ作りにくい場所に、こうしてこのあ尾根伝いに作っていく。まあ、これはあの登山道としては極めて優れた道ですよね、確かに。登山道としては。そしてところどころにこういう、まあ、見張り台といいますか、いや、あのー、兵隊たちが、まあ、なんて言いますかね、寝泊まりするようなところもあったというわけです。 そしてこうした道がずっと続いている。馬でも行けるようになっているということなんですけれども、まあ、そう、大した戦力にはならないと思いますよ。そしてこんな山の頂上、まさに山の頂上をですね、鬼遣いに立っていく。もしもその外敵からその都市を守る、国を守るっていうんであれば、まあ、常識的に考えればといいますか、まさに 非常識な砦だってことですよね。はっきり言えばどこのバカがこんな砦を作るだろうかということなんです。つまり、周りにね、1カ所2箇所ぐらいはね、こういうふうにこのなってますかあの、私の住んでる浜との近くの山にもそういうのがありますけども、遠くを見晴らす、見晴らしたいのも必要だったかもしれませんよ。しかし、次々と尾根を行くっていう、あの例えばこの中もそうでしょ右と左つなげばいいのに、わざわざぐーっと大回りしてるんですよ。そうでしょ あのこれはまたあのこのバーニュ長上の理解し難いところなんですね。わざわざ迂回していくんですね。あの大きく。あの場合によってはこの U の字型に迂回している,時もあるところもありますね。それがこれなんか右、実にバカがってる。向こう側のですよ。左側の,あの絶壁を見てください。誰があんなところに登ってね、城を攻めますか ここでもそうです。左側から登ってきた兵あの敵,兵敵がですね、どうして、どうやってまあ,あの城を攻めるんですかこんなところを攻めるぐらいなら、もっと平坦地で、ね、相手の隙のあるところを狙って侵入しますよね。そして、場合の頂上から見えないと、こん,なんかもそうでしょわざわざ右の方見てください、右の真ん中。わざわざあんな絶壁の上に場合の頂上を作っていく。まあ、どう考えてもおかしいわけです。すなわち、私たちが、まあ、 知っている常識と言いますか、固定観念というのはですね、どこかおかしいです。そのおかしさにまず気が付くことですね。本当にそうなんだろうか。で、これもまあ、るようにでこれはあのだいぶ進んできたところですけども、実に立派なものをあの作ってありますね。ただの、要塞ならこんなに必要ないわけですから。じゃあ、何のために誰が作ったかということですよね、これは。 まあ誰がってことは、もうこんなのは人間が作ったわけじゃありませんので、まあ、人間がしあの奴隷として使われた可能性は十分ありますよ。しかし、人間の発想じゃないですね、これは。ということで、私は疑問を持つわけです。これなんかも何にも山の上通らなくたって下通っていけばいいわけでしょ。だいたいあんなとこまで敵は登ってきませんから。ね。あるいはもうちょっと平坦しでやれば楽にできたし、コストも安く済んだわけです。 わざわざ今度なってますか高いところを狙って狙っていくわけです。まあ、のろしを見るためということになりますけども、まあ、それだって方法いくらでもあるわけですよね。別に高いところにのろし上げなくちゃならないということもないわけです。これもかなり進んだところですけども、このね、あのいわゆる、まあ、この下から上がってって、あんな城を攻める、まあ、敵もいませんよ。まあ、あのもっと他のところを狙いますよ。まあ、 当然でしょう。これはもうずっともうトンコに近くなってきましたですね。ずっとこの南、ま、蛮、あの頂上というのは先ほどのポイント A からグニャ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 曲がってやがてこの砂漠を通り抜けていわゆるドゥンファン、トンコへとやってくるわけです。まあ、要するに何から何,何までおかしいな城なんですね、これは。じゃあ何のために誰が作ったかですけどもこれは完全にエイリアンですね。 その証拠をこれからお見せしたい,たいたしますが、まあ、これはあのかなりまあ風化したというか、廃墟に近い形になった頂上の一部だそうです。ずっと続いてますからね。でところどころまああの破断されてはいますよ。ということだそうです。まあ、このレンガを持ってて自分の家造りに利用した人たちも多いんだそうですね。まあ、それがあの破壊された理由の第一だそうです。 じゃあ、このポイントはですね、ここからなか、なぜかへと線を引いています。もしこ、ここに、ここにですよ、あの,バンの頂上にエイリアンが関与してたとするならば、なぜかに、なぜかにその直線があるはずです。これは林博士理論です。で、引いていますと、ありましたんですね、この線がごちゃごちゃのところです。皆さん、この、これほど線が、ね、入り組んでごちゃごちゃのところ珍しいんですよ。 そしてこの線を見てください。ありますね。先ほどのポイント A から引いたあの直線です。ということは、あのポイント A は非常に重要なポイントだったんですね。まさに入り口であったわけです。こういった線がですね、何本もあるから不思議なんですね、ここ。ですから、書いては消し、書いては消し、またやったんでしょうね、エイリアンたちは。この黄色い線もそうなんです。これもやっぱり先ほどのポイント A を示してるんですね。 なあち、まあポイント A がそれだけ非常に重要な位置であったってことですよね。拠点であったってことなんです。まあちょっとずれましたけど、矢印が、あのこういうふうにもういっぱい線がある。でもう一箇所ですねあの、この線もそうなんですね。これもあのポイント A から引いてきたんです。今度は麗にプラットフォーム横切りますね。横切るから縦にあの同じ、あの 走っていくというプラットフォーム同じプラットフォームが同じ直線があるという言い方は私はしていますが、ここにもあるんですね。こういうふうにこのポイント A からの線がたくさんあって、その間にごちゃ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 とあるんですね。で、おそらくそれらの線はですね、まああの、私の印象ではですよ、これだけごちゃごちゃと集まってあるということは、あのこあね、とトンコ行く線もこの中に入ってますからね。ですから、トンコ行く線と今のポイント A の間にはごちゃごちゃとした線がもうな書いては消されている。 すなわち、これは万里の頂上を示していたのではないのかなというふうに今推察しております。まあ、ここがあの今言ったポイント A ですね。もう返上だろうです。で最後にあのプレハビーハとの関係を皆さんにお教,教えしておきます。ここはプレハビーハです。ひょっとしたらこの古いですからカンボジアかもしれません。カンボジアの,あのアンコールワットかもしれません。アンコールワットだと角度段きちんと合うんですけども、まあ プレハビアで取ってみますと43.68。アンコルアールワットで取ると45.0という数字が出てくるんですけども、まあ45度だと。45度という数字で、まあその今言ったポイント A が決まっているということなんですね。で、じゃあこれは何だったかですけども、私はこれはエイリアンの考えたですよ。人間はこんなバカなのも考えませんから、エイリアンの考えたハイウェイでなかったかと思います。無駄なハイウェイと言いますと第二島名がありますが、日本でも同じように無駄なハイウェイを作って、そしてその 文化を発達させようとした、どれではないのかなと思いますね。人々が生き交う。その道を作ったんじゃないのかなと私は思っております。というのはその街道数字にはですね、いっぱいいろんなあのあの文明文化が栄えました。その後ですね。Thank you very much for watching and see you again on video 272. どうも皆さん、あのビデオをいつもご覧になってくださりありがとうございます。失礼いたします。